新の 1.18.2 でバイオームを大量に追加するバイオームズオープレンティトリトルメイドモッドを入れてまったりサバイバルをしていこうと思うのだ。前に少し言っていた新シリーズではないけど、放置しているグダグダマイクラ日記の代わりとしてやっていくのだ。早速ワールド作成から行こうか。ワールド名を決めて到着。そうそう、今シリーズは影モッドで遊んでいくので角角でちょっと見づらいかもなのだ。ごめんなのだ。初期スポーン地点はバニラのバイオームかな。バニラもバイオーム結構増えてるから今回何度も合わせてバイオーム数がものすごいことになってるのだ。早速新バイオームが見えてるのだ。色的に桜かな。どんどん先に進んでいくのだ。ちょっと一括破壊の設定をいじったのでテストするのだ。よしよし、大丈夫そうなのだ。初期設定だと石が対応してないからコンフィグをいちいちいじらないといけないのがちょっと面倒なのだ。警告とかじゃなくてよかったのだ。新しいバイオームを発見なのだ。不思議な雰囲気のバイオームなのだ。魔法の森なのかな。ミスティックグローブ、神秘的な森って場所みたいなのだ。わお、この原木断面が青いのだ。ちょっと建築には使いづらいかも。なんかすごい綺麗なバイオームを見つけたのだ。辺り一面紫色で綺麗なのだ。どうやらこの紫色の花はラベンダーみたいなのだ。そろそろアイテム整理がしたいのだ。早く拠点候補地を見つけないといけないな。結構移動してきたのだ。この先は海っぽいのだ。こっから先はボート移動だな。うん、あれはまさかメイドさん発見。でもスキンがデフォルトじゃないのだ。このスキンは東方の川白ニトリかな。東方のスキンパックを導入してるけど、野良状態はデフォルトスキンで懐かせないと変えれなかったはずじゃ。この道今はケーキが作れないから何もできないや。というわけで砂漠に到着。見た感じ村とかピラミッドはなさそうなのだ。この砂漠そんなに大きくなかったし、このメソは何なのだ。こんな狭いバイオーム初めて見たのだ。まあかといって何かあるわけでもなかったのだ。引き続きどんどん進んでいきます。また新しいバイオームを見つけたのだ。ジャングルみたいだけどちょっと違う。どうやら雨の森なるバイオームみたいなのだ。スイカも発見したし、ますますジャングルみたいなのだ。